フィラメントの選び方についてちょっと雑談というかね、僕の見解をちょっと話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとその前にですね、ご覧いただいた方が早いと思うので、ちょっとね、ご覧ください。僕ん家どうなってるか、ちょっとこんな感じです。これ、僕の、プルサーマーク3、今、これ動いてますけども、2台、それから、マルチマテリアルがついてるやつが1台ですね、ここにあるんですけど、上にですね、こんな感じで、フィラメントをいっぱい、保管してあります。こんな感じです。こんな感じ。で、この奥にもあります。奥にもね、溜めてます。で、さらに言うとですね、ちょっとカメラ、ケーブルっていうか電源ケーブルと、HDMI ケーブルが伸びないんですけど、このプリンターの、下にもね、20スプールぐらいかな、この下にありますね。僕ん家の状況ってこんな感じです。で、これはですね、僕は基本的には全部 PLA、です。PLA がもう7割、8割かな。で、1割、が、TPU、柔らかいフィラメントですね、TPU。それから1割が PETG。で、1割はそれ以外。例えば、カーボンフィラメントとか、ポリカボフィラメントとかですね。あと、ウッドフィル、ウッド系、まあ、木質素材ですね。木のチップがこう混ぜ込んであるやつとか、そういう感じですね。あとね、マグネティックアイアンって書いてあったかな。なんかそういうのとか、そういう素材がいっぱい、こう、ドンと置いてあって、ABS は1本しかありません。で、ABS はね、こう開けてないです。で、どういう基準で選んでるのかっていうとですね、なんか適当に出したいとき、その形だけ出したいときっていうのはもう安いので出してますね。もう、一巻き2000円とか、それぐらいで、1キロで2000円あたりの素材で、もう形だけとりあえず出すっていうときは作ってたりします。ただね、僕の場合はその、キャンディーダイスとかね、あとヨーヨーを作っていて、その作りたい色っていうんですか、まあ、出したい色というか、これで作りたいなーっていうのがはっきりしてるときは、それを頼みますね。で、僕がよくね、注文する、してるのは、カラーファブっていうメーカーですね。カラーファブっていうメーカーは、よく注文、してます。これね、オランダのフィラメントメーカーですね。もう老舗と言っていいと思います。僕がだって 3D プリンター始めた頃にはもうメーカー存在してたんですからね。で、やっぱ、なんだろう、ヨーロッパはケミカル強いんですよね。なんかもうすでにベンチャーから、スケールアップしてた感じだったな、とは思います。カーボン系のフィラメントだったら多分一番出しやすいのがカラーファブの XTCF20 ですね。やっぱ強度が必要なもの、とかね、機能部品を作りたい人はそれ使うといいんじゃないかなと思ってますけどね。カーボン系のフィラメントがね、あと強いですね。で、最近もですね、カラーファブは開発が止まってないので、僕としてはおすすめですね。やっぱりそういう、なんだろう、一貫して長く続いてるメーカーっていうのは僕は結構、勝負フィラメントとして使うことが多いですね。やっぱりこう、で、発色がいいので、カラーファブってすごく発色いいので、それをね、やっぱ製品に使うっていうことが多いですかね。で、最近僕はPETG のね、レビュー動画投稿しましたけれども、プルサメントですね。プルサの、フィラメント。プルサが、出してるね、フィラメント。これはもう、間違いなくいいですね。なんだろう。いわゆる、アマゾンね。日本のアマゾンで買えるような、なんか中華系フィラメントっていうのとね、なんて読むのこのメーカーみたいなフィラメントに比べればね、やっぱり、色の数も多いですし、ちょっと特徴的な、ビビッドなカラーが多いですね。僕はすごく好きなので使ってますね。レビューの動画でも喋りましたけど、巻きが綺麗なのでね。おすすめですね。安定しているっていうのがポイントなんですけど、まあ、安定しているっていうのはつまり、そのメーカーとしてもちゃんと安定してるっていうことですよね。その企業としてそのフィラメントを作り続けてるっていうことが、僕はちょっと一つ判断基準になってたりします。あとはね、面白いとこで言うとね、プロトパスタっていうね、メーカーも非常に面白いです。これもね、やっぱアメリカのどこだろう、ナッシュビルとか作ってるのかな、なんかね、田舎でね、おっさん3人ぐらいはやってんですよ、多分。今でこそね、プルトパスタって、画面が綺麗というか、画面とか EC サイトね、すごく綺麗なんですけど、2、3年ぐらい前はね、なんか、おう、どうしたみたいな。これどうやって買えばいいんだみたいな。そういう感じのホームページの面構えだったんで。やっぱ、そうですね。プロトパスタはやっぱり、HTPA、ちょっと熱を入れると、積層の密着が綺麗、強固になって、こう強くなります。強度が出ます。みたいな。なんか、そういう感じの PLA とか、マットファイバー PLA って、ちょっとこう、
くすんだ感じ。PLA ってなんかちょっとギラッとした、光沢があるじゃないですか。それが抑えられてるマットっぽい素材がね、出てたりとか、クロートファスターで結構一生懸命、新しい素材やってる感があるのと、やっぱスケールアップしてるんだなって感じはすごくありますね。その3つはね、僕やっぱりこう、意識して高いんですけど、日本のアマゾンでもなかなか手に入んない。あ、プルサメントは別ですけどね。カラーファブとかね、フルートバスター一時期楽天とかでも買えたんですけど、なんか、楽天のその、ところが撤収しちゃったりとかするとですね、やっぱどこでも買える場所がなくなっちゃうので、まあ、後でね、ちょっとググってください。エイヤードっていう模型専門店さん、昔ね、横浜に、出張店舗っていうのかな、店舗出してた、会社さんがあるんですけど、エイヤードっていうね、とこがあって、多分そこラジコンとかね、もともと船のプラモデルやってたとこだと思うんですけど、そこがね、結構今というか、相当 3D プリンター力入れて、レジン材料もそうですし、光造形機もそうだし、プリンター本体もね、そうだし、多分まだカラーファブとプロトパスとも入れてる、代理店やってると思うんで、ぜひちょっと検索をしてみてください。そこからね、エイヤードからね、結構いいフライント買えますので、ちょっと割高ですけどね、まあしょうがないですね。海外のフライント買うときはしょうがないです。はい。あとはね、プルサフォーラム、プルサコミュニティジャパンっていうね、フォーラムでもちょっと、フィラメントのことが話題になってましたね。やっぱりプルサメントを手に入れたいので、この色使いたいので、もっと日本のアマゾンでね、ラインナップ揃えてください、みたいなね、入れてましたね。これオフィシャルにも回答があって、増やしてます、増やす予定ありますってことだったんで、楽しみにしておくとね、いいと思います。僕もね、PC ブレンド、ポリカボのですね、黒は持ってんですけど、オレンジ、プルサのオレンジ持ってないんで、欲しいなと思ってたところですね。ちょっと待ちましょう、入荷をね。みたいなところで、フィラメントを探すときは、大体そのメーカーだったりとか、これ、どれぐらいやってる、続いてるメーカーなのかなみたいな感じで選ぶ、のはね、勝負フィラメントを選ぶっていう考え方でやってます。で、本当に形だけ出したいとか、モックアップだけ作りたいっていう時は、大体適当なものを選びますね。っていうのはね、適当なメーカーっていうか、なんか名前見たことねえけどなってメーカーって、次頼むときになかったりするんですよ。なんかね、1500円で1キロとか、わーい、これやった、買おうっつって黒いの買っといて、これまた買おうって、1キロなんてすぐ使わないじゃないですか。まあ僕は3キロとか1ヶ月で使ったことありますけど、黒をね。でもそうは言っても多分皆さんそこまで減らないと思うんですよ。だから次に同じやつ頼もうって言った時にもう売り切れですみたいな。そもそもショップありませんみたいな。アマゾンだとね、そういうことが起きるんで、やっぱり、自分が作りたいものがはっきりしてる場合は、やっぱりこう継続して同じものを頼み続けるって結構品質維持するのに大事なので、これはっきり言うと、ものづくりで言えることですよね。別に 3D プリンターじゃなくて、ものづくり全般に、多分製造業全般に言える話だと思うので、製造業やってる方はね、多分よくご存知だと思うんですけど、まあ、同じ会社から同じ鋼材だったりとか樹脂材をね、ペレットで仕入れてくるとかって多分、それができなくなった時に、どのルートで同じようなやつ、同じようなグレードのやつを確保するかって多分やってる購買のね、セクションの人がやってると思うので、まあ、それと同じようなことをですね、3D プリンター使いの人はね、なんとなくその、自分の中でやっていくっていうね、それもね、使っていくと、多分このメーカーはいい、このメーカーはダメっていうのが出てくると思うので、それはね、ぜひね、ちょっといろいろやってみてほしいなと思います。個人的にはね、レップラッパーっていうね、フィラメントブランドがおすすめです。で、そんな高くないですし、均一にね、巻かれてるので、これはね、結構おすすめです。レップラッパーの PLA とか PLA プラスはね、普通に、形出すにも、おすすめなので、ちょっとやって、機械これからね、なんか迷ってるって人は、レップラッパー1本頼んでみるといいと思います。で、あとね、最近出たね、ポリテラっていうね、やつが、僕結構おすすめですね。見えるかな文字。ポリテラっていうね、PLA っていうのがあるんですけど、ちょっとね、マットな素材なんですね。ポリメーカーが出してる。ポリメーカーももう老舗ですよね。本当に昔から、やってる、材料屋さんですよね。でそこがね、最近出してきた、ポリテラっていう PLA フィラメントがあって、これはね、すごく綺麗、です。で、マットな仕上がり、そもそもマットな仕上がりで、こう、切削もね、できる感じですね。デザインナイフとかでちょっと削ったりもね、簡単にできるやつなんで、まあ、PLA にしてはすごく珍しい素材かなっていうふうに思ってます。これね、おすすめ。うん。で、ポリメーカーはね、本当にずっと出してるので、多分この材料がですね、本当に売れ行き悪くない限りは、なくならない
気がするので、今後はね、これそんなにしかも安、高くないんですよ。2000何本とかで、2100円とか2200円ぐらいで1キロ買えちゃうので、僕ね、ポリテラおすすめです。これすごくいいと思います。うん。最後ね、サンディングしたら滑らかにもなるし、ね、これいいですよ。